最後の恐竜ディラン村山由佳作広瀬健絵さっそうと茂った密林がそこだけぽっかりと開けて真っ青な空が覗いていました。金色のお日様の光が差し込むその真下に小さな泉が湧き出しています。ぼんやりと冷たそうな水は底の底まで澄んでいて、お母さんザウルスの喉は思わずごくりとなりました。あたりに恐ろしい敵の恐竜がいないかどうか見渡してから、お母さんザウルスはそっと泉の淵まで降りていきました。ピンと糸を張ったように静まり返った水面に、お母さんザウルスの姿がはっきり映りました。ゴツゴツした硬そうな頭、象のような肌とラクダみたいな顔、首と手は短い代わりに丈夫そうな足と長い尻尾がついています。小さな目と丸っこい目元は優しそうです。今朝まだあたりが暗いうちに、お母さんザウルスは卵を産んだばかりでした。自分の頭くらいの大きなのを5つも初めての子供たちになる卵でした。泉の水を飲んで戻ってみると、若いお父さんザウルスは5つの卵をかわるがわる抱き上げてぎゅっと頬ずりしているところでした。あらあら、あなた、そんなに力を入れたら卵が割れてしまうわよ。お母さんザウルスは笑いながら声をかけました。なに、俺様の子供だもの、これ式のことで割れたりするものか。お父さんザウルスが吠えるような声を上げて笑うと、周りの木の枝やシダの葉っぱがビリビリ震えます。そこは密林の奥の秘密の隠れ家でした。ここでなら安心して子供たちを育てられるだろうと、二人は力を合わせて巣を作ったのです。こんもりと盛り上げた土の山の真ん中だけを少しくぼませた本当に居心地の良さそうな巣でした。5つとも無事に帰ってくれるといいのだけれど、心配そうにつぶやくお母さんザウルスの耳元でお父さんザウルスはそっとささやきました。大丈夫さ、俺がお前たちみんなをちゃんと守ってやるから。言った後で急に照れくさくなってしまって、お父さんザウルスは慌てて立ち上がるとと咳払いをしました。それはそうと、お前こんなに大きなものをいつも産んだらお腹が空いたんじゃないか。とてもお母さんザウルスが恥ずかしそうにうつむいてそう言うと、お父さんザウルスは片手でドーンと胸を叩きました。よし、待っていろよ、おいしい木の実を山ほど取ってきてやるからな。甘酸っぱい木の実や柔らかい草の葉っぱが何よりのごちそうです。体こそ見上げるように大きくても、彼らは他の動物たちを食べないでも草だけを食べて生きられる恐竜なのでした。毎日毎日
お父さんザウルスとお母さんザウルスは代わる代わる巣のそばに座って5つの卵を見守り続けました。お父さんザウルスが木の実を探しに行っている間はお母さんザウルスが草の葉っぱを取りに行っている間はお父さんザウルスが片時も目を離さずに卵を守るのです。夜は二人で代わり番子に眠ることに決めました。いくらここが秘密の隠れ家だと言ってもいつどんな時に恐ろしい敵の恐竜がやってくるかわかりません。それに卵が大好物のトガリネズミはちょろちょろとすばしこくてちょっとよそ見をした隙に大事な卵を盗まれてしまうかもしれないのです。お父さんザウルスもお母さんザウルスも眠い目をこすりながら一生懸命に卵を見張りました。その苦労の甲斐あって卵はやがて5つとも無事に帰り巣の中はもぞもぞと動き回る赤ちゃんで急に狭く感じられるようになりました。けれどもその朝お父さんザウルスはちょっと水を飲みに行ってくると言って出かけたままなかなか帰ってきませんでした。昼になって夕方になって長い夜が明けてまた朝が来てもまだ戻ってきません。昨日から何にも口に入れていないお母さんザウルスはお腹は空いたし喉は渇いたしもうフラフラです。赤ちゃんたちにだって新鮮な木の実を取ってきてやらなければなりません。でもそれより何よりお父さんザウルスが無事でいるかどうかが心配でいても立ってもいられないほどでした。昼になって夕方になってまた長い長い夜が来ました。東の方がぼんやりと明るくなる頃お母さんザウルスはとうとう我慢できなくなってお父さんザウルスを探しに出かけることにしました。絶対に声を出してはダメですよ。誰が来ても知らんふりしておとなしくしているのよ。赤ちゃんたちに繰り返しそう言い聞かせるとお母さんザウルスは巣の上から枯れ草の束をふわっとかけて隠しました。置いていくのは気になりますけれど赤ちゃんたちを全員抱えて歩き回ることなんかとてもできません。後ろを振り返り振り返り、お母さんザウルスは密林のもっと奥深くへ入っていきました。足が痛くなるくらい歩いて探し回っても、お父さんザウルスの姿はどこにも見えません。どこかで底なし沼にはまったりしたのでなければいいけれど、お母さんザウルスは食べることも飲むことも忘れて、お父さんザウルスを声で呼びながら歩きました。そのうちにいつかのあの澄んだ泉のそばまでやってきました。お母さんザウルスはそこでとうとうくたびれ果ててしゃがみ込んでしまいました。ああお腹がすいた。それもそのはずです。もう三日も何も口に入れていないのですから。よろよろと泉に近寄るとお母さんザウルスは口をつけて水を飲み始めました。と、その時でした。何か白いものが目の端に映ってお母さんザウルスは顔を上げました。続く。